阪神再び勝ち越し。カープのピッチャーは援護吐き出すよな。兄貴みたいに161球投げさせてもええんやで。いや抑えられるんじゃね。やったぜ。うわーうおーおー、これはキャプテンし、マジで神だろこれ。続け続け、3連勝で CS 完全制覇や。ノイジー草、ノイジーの暴走、神も東方なんかアウトになってる。ノイジーアウト、おおノイジーなんしてんねん。ノイジーが繋いだチャンスで得点や。ノイジー何してんの。しゃあなくないよ、追加点のチャンス潰すアホ走塁。また縁も吐き出してるよ。縁もない方がええんちゃう。まあノイジーは頑張ったからしゃあない。アウトになったことを責めるより一つ先の類を目指したことを褒めたい。ノイジーの死球のおかげや。ノイジーはホームにランナー返すためにわざとアウトになったんや。なんか気づかない間にチェンジになってる。坂本お前が球界ナンバーワンキャッチャーや。1点はまだわからんやわな。ご視聴ありがとうございました。